皆さんおはようございます。ポケモンオメガルビーアルファサファイア虫統一場で虫ポケ考察メガスピア編、今回始めさせていただきます。初めましての方は初めまして、虫統一で実況させていただいている有志と申します。いつもね見ていただいている方々は、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、今回、新作の、初動画ということになりますので、動画の説明を軽くさせていただきます。この動画はですね、虫統一で、虫ポケモンをどう使うのかというところで1匹ピックアップさせていただきまして、まあ、説明考察等を初めの方に10分から15分ほど、させていただきます。その後ですね、そのポケモンの、いいところ悪いところが撮れたような動画を、2000ほど上げさせていただいて、最後にまた対戦後のお話をさせていただく形になります。さらにですね、今回ですねコメントレスポンスのコーナーも、またね復活させようかなと思いまして、まあ、動画の編集環境が非常に、効率化されたということで、コメレスの方もねできるんじゃないかなと、判断したので、ぜひぜひね、皆さんコメントの方よろしくお願いします。次の動画からコメントレスポンスのコーナーは、動画の最後に載せていきたいと思います。それからですね、まあ、虫統一で使って、さらにこの虫ポケモンを使いたいということで、動画の方を話をさせていただいておりますので、別のポケモンをね使ったらいいんじゃないかとか、その方をこのポケモンでやる必要はないんじゃないかと、思う方も出てくるかとは思いますけれども、まあ、それでもねそのポケモンをねどうやったら使ったらパーティーとしてね、活躍できるのかというところをね、話していきたいと思いますので、そこら辺ご了承くださいませ。それでは、今回メガスピア編ということで早速、お話の方に入っていきたいと思います。ただ最初に一言言わせていただきます。虫統一でメガスピアはかなり絶望的です。基本的に普通のパーティーで組み込む分にはですね、非常に使いやすいと思いますので、そこら辺もちょっと考えながら、見ていただけると嬉しいのかなと思います。はい、ちなみに今回のメガスピアのニックネームはメガラティオスとなっております。このね、ネタをね知りたい方はぜひ、XY 編の、スピア編を、ご参照ください。微妙に宣伝しましたけれども早速お話に入っていきたいと思います。まず種族値からですね、スピアさん、進化前であれば、種族値の方が65、90、40、45、80、75と、なっています。進化するとですね A が150上がりまして、 S が140上がりまして、 C が15に下がるように、種族値の方が変化いたします。非常にね AS が上がってかなりの、アタッカーということで非常に、使いやすそうなイメージがあるんですが、やはりこのね、耐久力の低さというところが難点になってくるので、ここをどうカバーしていくのかというところが、一つのポイントになってくるとは、思います。それではですね、型の前に、今回、強化されたということで、特性の方を説明させていただきます。適応力、進化すると適応力ですね、という特性になりまして、こちらが、まあ、効果抜群じゃなくてタイプ1の技は基本 1.5 倍になるんですけれども、こちらの方が2倍になるということで、火力がタイプ1技の火力が上がるのが非常に、いいところですね。ただですね、その先ほど言った虫統一で使うというのの難点はですね、今の環境多分皆さん潜ってもらって分かると思うんですが、タイプ1技の虫毒、こちらのね刺さり具合が非常によろしくないというふうな、印象を持たれる方は多いかと思います。まあ、なのでね、虫統一で使うにはなかなか使いにくいというのが、一つの理由になります。またですね、この耐久力の低さというのもですね、やっぱせっかくメガ進化したのにもかかわらず、なかなかね、一発耐えるというほどのね耐久力を持っていないというのがちょっと使いにくい点だったのかなとは思いますけれども、はい、まあ、そこら辺、ちょっとイメージしつつお話の方よろしくお願いします。それではね、早速努力値ぶりの方と個体のね説明をしていきましょう。はい、まず、死抜け5部位になっております。種族値じゃない努力値ぶりがさっきから間違いすぎですね。努力値ぶりが、H68、A に204、B に12、
D24 で S220 振っております。あまりのプラスには、まあ、H に振っているんですけど、まあ、気にしなくていいかと思います。はい、まず S の調整から見ていただきたいんですが、この S 調整がですね、進化前の段階で、最速70族抜きとなっております。進化すると140族抜きですね、まあ、ここはあんま進化後のことは考えてないですね、この振り方は。まあ、基本的にですね、守るが技構成の方を見ていただくと分かるんですが、入ってないのと、さらにですね、まあ、これからパーティーの方は 見せられるかと思うんですが、メガカイロスを結構多用するので、やっぱりスピアさんが進化しない状態でも活躍できるというね、ところがあった方がいいのかなと、感じたので、S を進化前の状態で70族抜きにしてあります。はい、一応ね、毒好きで、進化前の控えめサーナイトぐらいだったらね、確定一発で持っていけますので、それからですね、 S の種族値ぶりはいろいろありまして、204を振ることによって進化前の状態で控えめサナ抜きになります。180振ることによって進化前はまあ66族と、抜きになりますが、進化後で、135族抜きになりますので、だいたいこのラインが統一で使う分には、欲しいところかなと思います。統一で使わない場合はですね、まあ、月光が抜きに、進化後月光が抜き調整にしていただいて、残りを A ブッパー、あとは耐久調整という風な形が、メジャーになってくるんではないかなという風な印象です。はい、まあ、統一で使うのであれば最低ラインは S180 族抜きじゃない、 S180 ブリがいいのかなと、感じております。はい、それでは次ですね、ダメージ計算に移る前に、技候補についてもちょっとお話しさせていただきます。まあ、今回ね、適応力ということでタイプ1技、威力が上がりましたので、どんな技を覚えるのかというところをちょっと見ていきましょう。虫技の候補としては、ミサイルバリ、トンボ返り、シザークロス、トトメバリが、基本的に物理技の候補になっております。どっかの動画で見たんですが、まあ、毒々守るの耐久メガスピアを使うようであれば、まあこういったね、A を振らなくても火力が上がるといったところが少し見てみたいかなとは思いますけれども、まあ、ちょっと変態型で、ね、虫のデコを入れてもいいかもしれませんね。はい、まあ、C15 だけどね俺はあんまりおすすめしないけど、それから毒技ですね。毒技の方法はそんなに良くないですね。基本的に毒好きがメインウェポンになって、まあ、耐久型で言えば、まあ、先ほど言った毒がいいのではないかなというところですね。今回、教え技もありますので補助技というか、役割破壊が非常に、たくさんあります。悪技で叩き落とす、他にダメ押しや追い打ちがありますけれども、叩き落とすが一番いいのかななんて、なんていうか、多分叩き落とすが一番いいと思いますあと格闘技で瓦割り、これはスピア編で使ってましたね。それから飛行技でツバメ返し、アクロバット、まあ、アクロバットは基本的にメガ進化では使いにくいかなといったところですね。あと、今作ドリルライナーというね、地面技を覚えてね、非常に大歓喜なんですけれども、まあ火力不足というところですねであとはまあ昔から使ってるガムシャラ追い風なんてのが技候補に上がってくるのかななんて思います。あとはまあ道連れ、守る等々は、好みで入れていく形になると思います。まあ、こんな感じでいろいろ技を選んで、いただければいいかなと思っています。はい、今回非常に長くなっておる いるんですけれども、いろいろダメージ計算がですね多いので覚悟して聞いてください嫌な方は、シークバーを動かしてください。それでは行きましょう。まずはダメージ計算、攻撃側の方ですね。今回の技はトンボ返りということで、虫技から見ていきましょう。ムブリガブリアスに対して乱数2発、209ガブですね、 HP が209になるように調整したガブリアスが乱数2発、最近多いらしいです。それからサザンドラが、ムブリで確定1発、H ブッパのサザンが乱数1発、それから HB252 クレセの、補正ありが乱数2発。いやー、クレセリア怪物ですね、サンナイトが、ムブリで乱数1発、ライコがムブリで、確定2発、H252 ブリのライコが確定2発、それから H252 ブリスイ君が確定3発、
H252 グリバンギが確定2発の HB252 グリバンギが確定2発、メガバンギも、どちらも確定2発となっております。最後によく出てくる、ラグラージですね。 HB ラグラージ補正ありは乱数3発と、まあ見ていただいた通り A をぶっ破しているわけではないので火力不足が目立つかと思います。まあ、イジッパにして A ぶっぱにしてもらうと結構これよりは火力が出るといったイメージで見ていただければいいかななんて思います。それでは次毒好きいきましょう。サクサクいきましょう。はい、毒好きなんですけれども、まあ、S をねせっかくね70族抜きに調整してありますので、まず機能出すからいきましょうか。確定一発当たり前ですね。それから H252 ぶりの マリルリも確定一発、サーナイトも、確定一発、進化前でも確定一発ですね。メガチルタリスが H252 ぶりが確定一発、 HB252 ぶりの補正ありが確定2発ですね。で進化前のチルタリスになると H252 で確定2発になりますので、ここら辺が、タクゲーになりますかね。進化読み、毒好きを打つか、進化しない読みトンボ返りで特殊系を投げるかというところになるかと思います。ただコットンガードを積まれてしまう可能性も考えるとちょっとメガチルタリス、進化する前段階で、メガスピアと対面させるのはどうなのかなといった印象です。まあ、やったことないんでちょっとわかんないんですけどここは。それから交換読みで、ファイアローに毒好きをぶち当てられれば H252 ぶりの場合確定2発、 HB252 ぶりの場合で補正あると乱数2発になりますね。進化することによって130、まあ、5族抜きにしてあるので、ファイアローのブレバ読みフォレトス投げまたは、フレドラ読み毒好きといった感じの、卓芸に持ち込むことができるんですが、まあ、非常に、やりたくない卓芸になっております。それからですね H252 ぶりキスが確定一発、 HB252 ぶりのキスが乱数一発となっております。ちなみにさっきの S 調整なんですが、スカーフ最速キスは抜けません控えめキスであれば、控えめスカーフキスであれば抜けますので、そこをねちょっと考えながら動いていきたいところではあります。はい、ちなみに最速にしても、抜けません。それからですねよく対面するポケモンですね、 H244 の B236、補正ありのギャラドス、こちら毒好きで確定3発となっております。まあ、威嚇が入ればもっと入らないというところですね。HB252 ぶりの補正ありピクシーが乱数一発となっておりますので、ピクシーにお困りの方は入れていただくといいのかなと思います。はい、それでは次がドリルライナーとなっております。まあ、一番見たいのは多分ドランなんじゃないかなと虫統一の人たちは思うと思うんですが、さあ見てみましょうか。ヒドラ無ブリであれば確定一発、まあ当たり前ですね。 H252 ブリだと乱数一発で 68% ということなんですよね。イジッペ252なら確定一発なんですが、陽気252だと乱数一発と、これがですねなかなか難しいので、早めに進化しておけば、イジッペでも素直に、ドリルライナーいられるんですが、進化前だと、ドランが最速だった場合抜かれてしまうというところが難点ですね。守ると身代わり、ステルスロック等々の、卓芸が始まるので、怖いところです。それからですねメガライボルト無ブリで確定2発、威嚇込みで確定2発、ギルガルドシールドフォルムで、乱数2発、ブレードフォルムで確定1発となっています。それからですね、メガ馬車が H84 ぶりが確定2発、メガルカが無ぶりで確定2発、H252 のメガゲンが確定2発、H 無ぶりのメガゲンが乱数1発となっています。シャンデラは、無ぶりで確定2発、252ぶりも確定2発なので、シャンデラ対面でのドリルライナーはあまりよろしくないのかなといったところですね。まあ、畑落とすなんでそっち打ちましょうか。さて、畑落とす見ていきましょう。俺が打ったことあるやつと多分打つだろうなというやつですね。メガゲンムブリが確定一発、メガゲン252ブリが乱数一発となっています。シャンデラムブリが確定一発、 H252 だと確定二発、ギルガルド、シールドフォルムで 確定二発、フィールドじゃない、ブレードフォルムで確定一発となっています。まあ、ギルガルドの場合はね、キングシールドもありますので、ドリルライナーを打つ方が安全策かと思います。それから、
このポケモンに対してちょっと強く出たかったということで、サマヨルさんですね。サマヨルさん、HB252 ブリ、補正ありで、確定3発となっていますので、ウルガモスで蝶の前にして大文字打ちましょう。よし、ダメージ計算のは以上です。長いですね、今回。ほんと長いですね。初見さんバイバイ動画なんじゃないですかね。それでは、今度はダメージ受けの方ですね。どんなところを受けていきたいのかというと、まあ、先制技が基本的なところになるかと思います。まずマリルリですね。力づくマリルリの2号に補正ありアクアジェットで確定2発、ハチマキだと、まあ、確定2発になってますね。基本的にマリルリのハチマキ役で対象戦にしてあります。ギルガルドの、A252 ブリ補正ありの掛け打ちで確定2発、弱砲発動からの、A4 ブリの掛け打ちの場合は、ランス2発、そうですね、ちょっとおかしいな、うん、ちょっとおかしいな画面に映してあるので、見てください、はい、でメガルカリオが A252 ブリの補正ありで新速の場合確定2発と、メガハッサムの場合、バレパンで確定2発と。ただ、タマッサムだとランスで一発で持っていかれるのでお気をつけください。まあ、基本的にメガハッサム対面で、まあ、スピアを素直にトップ狩りに逃げれるかと言われたら逃げれないので、素直にウルガモスかボルトス投げましょう。それからですね、まあ、よくいたポケモンですね。イジッパエニゴニブリの海流の新速で、確定2発。ハチマキ新速でランス一発と、絶望的ですね。もうちょっと B に振ったら耐えるかもしれません。まあ、ただこれ以上 B に振ると耐久、火力が足りなくなってしまうので、S を削るのが妥当ですかね。まあ、基本的に海流対面では動けないといったところでしょうか。ニーフィアは、ハイパーボイス、メガネスキンハイパーボイス C ブッパで、確定2発なので、ニーフィアに対しては後出しが非常に便利ですね。進化の起点もできるので、ニーフィアに対しては、積極的に後投げしていきましょう。ただですね、この前後投げしたらサイコショック飛んできてて、吹き飛びました。気をつけてください。それから、電気技受けたいですね。雷光の C252 ブリボルチェンでランス2発、10万だと確定2発ですね。メガライボルトも、確定2発になっております。タマボルト、も確定2発と、1発しか受けれないので、基本的には対面からの進化トンボ返りで、特殊受けを投げていく形がいいんじゃないかな。それからびっくりしたのが、C ブッパのガブリアス、ブッパじゃないな、C252 ブリ補正なしのガブリアスの大文字が確定2発になっておりますので、これは意外といいんじゃないかななんて思っております。はい。ということで、ダメージ計算の方は以上になります。今回非常に長かったんですけれども、皆さん大丈夫でしょうか？これから対戦の方をこの内容をちょっと踏まえた上で見ていただければいいかと思います。基本的に、メガスピアの絶望というところをね、見せられるんじゃないかとね、少し期待しておりますけれども、ぜひね、統一ではなく、普通のパーティーで組み込んでみてください。それでは、一旦カットさせていただきます。はい、対戦相手が見つかりました。ソウさん対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーは、ロトム、ヒードラン、トゲキス、ボーマンザ、ポリツークレセですね。おーっと、これはメガスピ流れそうなラインですね。そうですね、これはドラン兼ねてパレスから先発に入っても良さそうですね。でスピアで畑落とすをポリニに入れたいのでスピア入れていきましょう。あとはフォレットスでなんとかなるかな。ちょっときついかな。フォレットス切っちゃっても良さそうだな。初手パレスでドランマンザキスだった場合は空やぶしかできないのと地震打つしかできないのなので、パレスはパレスで受け出しは多分効かないのと、もしポリツが出てきてしまった場合どうするかってとこですか。そうなるとガモスがいた方がいいのかな。ロトム用にガモスがいると結構便利ですけれども、あまり刺さってはいないのでいかがなものでしょうかというとこですね。Bクイーンで追い風して上から叩ければベストなんですが、初手でドランと対面した時が一番痛手なのでパレスから入りましょう。パレスから入ってスピアガモスでちょっと行きたいですね。ただマンダもですね、
パレスさんが辛い節で味覚込みで岩石をぶっ破しないと出せないので、そうすると裏の起点になりやすいんですよね。なんでフォレトス後投げするとそれなりなんですが、まあそこまでちょっと考慮はできないので、まあパレススピアーガンを捨てていきましょう。初手は岩パレスですね。裏に、スピアーと、ウルガモスでいきましょう。それでは、ソウさん対戦よろしくお願いします。さあ、岩パレスのご登場でございます。ミトムから来ましたね。ここは鬼火打ってきてくれると一番美味しいんですが、素直にカラヤブから入りましょう。まあ、先制技持ちがいないというのも一つの利点ですね、ここは。あ、利点じゃないな。なんて言うんだっけ。まあいいでしょう。ここは、カラヤブから入って、いきましょう。ボルトチェンジで、引っ込みましたね。これは比較おいでに、バンダが帰ってくるパターンなのか、キスが帰ってくるパターンなのかというところですね。ドランが風船でなければいいんですが、さあ、ボーマンダがやってきました。威嚇が入ります。岩石砲を撃つと、突破できますが、ドランが後ろにいた場合起点になってしまうので、ただここで、岩石を撃たないとマンダ、落とせないというか、まあ倒せなくなってしまうので仕方ないですね。6ブラ4発当てるのと岩石を撃つのだったら岩石用の方がいいので岩石を撃ちましょう。ここはちょっとリアルにマンダを落としておかないときついので、もし裏にヒードランがいて起点にされてしまった場合はしょうがないですね。さあ、メガマンダ進化する、進化するとね、やっぱね、マンダね、耐久が上がっていくので2倍弱点じゃなかなか落とせないんですよね。なんで岩石用でとりあえずマンダ吹き飛ばしましょう。ドーン、強い。いや、強いですね、岩バレスさん。さて、まあ、皆さん見ましたか、このパレスの脅威を。さて、ここはですね、パレスを落としてもらってウルガモスで起点にしましょう。おーっと、スピアさん。スピアさん、スピアさん、活躍できてないですよ、スピアさん。さあ、急所に当たりました。ですね、ここでポリネが出てきてくれると助かるんですけど、ドランがいた場合非常に危ないですね。さて、3体目のポケモンは誰なんでしょうか。さあ、トゲキッス、絶望ですね。絶望という名のトゲキッスのご登場でございます。スピアさんが何もできないのでとりあえず投げておきましょう。さあ、スピア、投げてきました。ここでとりあえず進化して毒抜き打ちます。S が勝ってることが祈りですね。 HB キッスであればワンチャンあるんですけれども、いかがなものでしょうか。基本的にはお相手の方によりですね。本当はですね、ロトムとスピアで対面させてメガ進化トンボ返りという風な形で逃げたいというのがベストではあったんですが、まあ、ドランがいる対面があったのでなかなか使えなかったというところですね。さあ、毒好き、S は振ってないスピア、キスでしたね。これは綺麗に決まっていく。ナイス急所。HB だと落とせない可能性があるんですが、この方はどんな方だったんでしょうか。HC であれば吹き飛びましたかね。ちょっとダメージ計算忘れちゃいましたけど。さて、皆さん、ロトムに対してこの毒付きがどれだけ入るかというのをちょっとここで見ていただきましょう。基本的には入らないと思っていた方がいいですが、こちらの方は HC だったのかな。 HB だと半分入ればいい方かなといったところです。さあ、特殊耐久それなりに高いですので、ここで耐えてくれる。メガネっぽいかな、ちょっと計算して下に載せてあると思います。さあ、毒好きでロトムを突破して対戦ありがとうございました。まあ、スピアさん、キッスより S が速くてよかったですね、ということで、ちなみに普通に最速キッス、スカフキッスであると抜かれていますね。確か89族でしたよね、キッスって。違いましたっけ。まあ、調べて載せてあると思います。それでは対戦ありがとうございました。一旦カットさせていただきます。はい、対戦手が見つかりました。マサヤさん対戦よろしくお願いします。お相手のパーティーメモらさせていただきます。おお、これはすごい綺麗にメガスピが刺さってますね。逆に読まれてしまいそうな勢いですね。今回はメガゲンと、ソーナンスの、まあ、滅び軸で来る可能性も結構あるので、スピアのトンボで逃げれるというのは結構でかいですね。
で、ギルガルダに対してはガモスは後投げする流れでいくので、それで良さそうですね。あとはフォレトスのトンボルチェンでちょっとうまくマリルリとかの先制技をかわしていきたいラインですね。はい。ただサザンドラに対してガモスが後投げできるかどうかは少しわかりませんが、これでいきましょう。初手はスピアから入ります。ウラニー、フォレトス、ウルガモスとなっています。まあ、先ほどのね、対戦、1戦目ですかね。1戦目の対戦を見ていただいた方はわかるかと思いますが、基本的にスピアを投げるときはガモスがセットでいることが多いですね。やっぱり特殊受けに特化した、スピアですので、まあ、後ろに受けれるポケモンがどうしても欲しいというのが、一番の使いにくさといったところでしょうか。まあ、なんでフォレトスとガモスが、結構一緒に選出されるパターンが多いです。メガ進化後のトンボ返りで、物理ポケモンならフォレトス、特殊ならウルガモスで受けて、戦っていく流れがベストかなと思っています。さあ、予想通りゲンガーからやってきましたね。ではですね、ここはさっさと進化してトンボ返りで逃げましょう。やけど入れれる可能性もありますが、基本的に特殊高いので最近で持ってなければなんとかなります。まず滅びを解除するのが、大前提です。さあ、メガ進化したゲンガーに対して、こちらもメガ進化していきましょう。オラ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 。さあ、内心ものすごいうまくいってほしいと思いつつ、急所で落ちないかどうかかなり不安でございます。さあ、綺麗に決まっていく、今回初で決まりましたね。はい、滅びの歌が入りました。残念無念、また来週トンボ狩りで帰っていきましょう。あなただけ滅んでいてくださいな、ゲンガーさん。ということで、トンボ狩りでスピアが戻っていきました。さて、ここで投げるのは何にしようかな。逃げられるやつがいいですね。ここはフォレトス投げていきましょうか。シャドウボールとかありますけれどもね。さて、S が上昇したので、あとはボルトチェンジで返って、畑落とす打ってりゃいいですね。トンボ狩り行きましょう。あ、ボルトチェンジ行きましょう。打てるとしたらシャドウボールぐらいですかね。ボロゲンって一体何を覚えるんですかね。守る、滅び、あと何ですかね。ボルトチェンジで逃げましょう。あとヘドバクでしょ。最後一枠シャドボかな。シャドボかおにぎか。まあおにぎなら打ってますね。さて、この対面どうしましょうか。滅びの歌を打ってきました。残念無念、また来週。本日2回目になりました。滅びの歌を聞いたフォルトスはボルトチェンジで帰っていきます。ごめんなさいねごめんなさいね、申し訳ないですね。さあ、ここでスピアさんを投げていきましょう。なんか非常に刺さっておりますが、こういうことは稀ですので皆さんお気をつけくださいませ。それでは畑落とすをぶちかましていきましょう。じゃあな、ゲンガ、君のことは忘れないよ。おらスピアさん、火力足りないっすマリルリが倒せなくなりましたね。ここはそうですね。まあ、交換読みで毒づき中入れておきますか。引っ込める。さあ、誰が出てくるかな。あー、そうなんですか、出てくる。脱出で帰りたい感じですかね。毒づき。よっこいしょ。さあ、脱出で帰らないと。ここはトンボ返りでいいですね。タイプ1トンボ返りを打っていきましょう。さあ、裏誰なんですかね。今のドリルライナーの方が入ってたかな。でも確かメガストーン持ちのポケモンはこっちの方が入るんですよね、確か。いやー、適応力かっこ笑いの火力が目に見えているんですが、大丈夫ですかスピアさんちょっとスピアさん大丈夫ですか。ウルガモス投げます。なんだマジかよガモスが蹂躙したんだけど。いやー、これしょうがないですね。まあでもここでなんだスピア取っとかないと、あ、スピアじゃない、フォレトス取っとかないと後々辛いですね。そっかそっか、カウンターは忘れてたぜ。ここはさっきの火力見るかぎり毒づきで良さそうですね。いや、困りましたね、これ。裏マリリじゃなくて、ギルガルドあたりだったら厄介ですね。プラスポリツ。いや、マリルリがいた場合、ガモスじゃ対処しきれないので、本当に取っとかなきゃ
けないのはスピアーなんですが、まあ、あとは裏によりますね。完全に負け筋は完璧に刺さっていたのに、負け筋はスピアさんの火力不足が目に見えてわかるこの現状でした。はい。いやー、びっくりするぐらい軽くないですね。さて、後ろ誰なんでしょうか。勝敗はわかりませんが、とりあえずメガスピアさん活躍はしております。さて、まあね、S と耐久に振った代わりに、A を削っているので火力が足りないのは本当にしょうがないんですが、裏がサザンドラならワンチャンありますね。さて、サザンドラですね。いいですね。ってことはこれ使わせなきゃいけそうですが、いかがなものでしょうか。ともかり打ちましょう。さあ、皆さん、お分かりいただけたでしょうか。メガスピアーさんのこの残念な結末を。ということで、このような形でやっぱりメガスピアさん火力が足りないということと、上から叩かれるスカーフに弱いというのが、よく分かっていただけたんじゃないでしょうか。まあ、1戦目もですね、S が勝っていれば非常に使いやすいというふうな形で、見られた試合だったかと思うので、まあ、今回は、この2試合で対戦の方が終わりになるかと思います。この後にですね、またちょっとメガスピアが投げにくいパーティーをいろいろね、ちょっと見せつつお話の方をしていきたいと思いますので、よければ皆さん、この後の、お話の方も聞いていただけると、嬉しいですね。それでは、マサヤさん対戦ありがとうございました。一旦カットさせていただきます。はい、ということで、対戦の方はいかがだったでしょうか。で、まあ、1戦目はですね、メガスピア、それなりに刺さってはいるものの、まあ、トゲキス対面で S が、S の勝負が、ギリギリの戦いになっていて、結局キスが S をね、振っていなかったおかげで、上から叩くことに、成功しました。ちなみにあのトゲキス、やっぱり S 振ってたりすれば結局スピアさん上から叩かれてしまうので、なかなか使いにくいというところが一番ですかね。2戦目ですね。2戦目は非常にトンボルチェンが綺麗に決まった試合だったんですが、スピアさんの耐久力不足というのがね、目に見えてわかる試合、あ、耐久力じゃないや、火力不足というのが目に見えてわかる試合だったんじゃないかなと思います。またですね、まあ、サザンドラのスカーフ、まあこれもキス対面も同じですけれども、S がね、上から抜かれてしまって叩かれてしまえばあのような形で吹き飛ばされてしまいますので、あそこは結果論ですが、ガモスではなく、フォルツを捨てて、ガモスが錠前を一時にした段階で上から叩くのが勝ち筋でしたね。はい、まあ、メガスピアさんやっぱり虫といってなかなか投げにくいというところがありますので、ちょっと難しいですかね。ではですね、まず投げる段階で、先日の段階でメガスピアさんが出せないパーティーっていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず一つ目、このパーティーですね。キス、ロトム、ガブ、アロー、ギルガルド、メタグロスとなっております。まあ、一見ね、ロトム、キス、ガブ、それからメタグロス、ギルガルドに対しても有効打を持てるので投げても良さそうなパーティーに、見えるんですが、まあ、まずファイアローがいる段階でちょっと投げにくいというのと、キスが先ほど言ったスカーフ、まあ、S の関係上、上から伝えてくるパターン、プラスメタグロスとギルガルドに関しては、メガスピアの火力では対処できないので、そういった意味ではやっぱメガメタグロスがいるパーティーに対してスピアを投げるというのはなかなか難しいという意味で、ちょっとこのパーティーではメガスピアを投げることを断念しました。まあ、この中のどれかが変わっていれば投げやすかったパーティーかなといった感じです。次ですね、次のパーティーはこちらになります。ミミロップ、パルシェン、ナトレ、アグドム、ニドキング、ロトムとなっております。まずですね、ユクシーアグドムがいるパーティーは、虫ドイツだろうが何だろうが基本的に初手で出てきます。はい、ほとんど初手で出てきます。虫ドイツ関係なしでですね、出てきます。まあ、なので、基本的にエスパファーザー打たれたら即落ちなので、メガスピアさんは、初手で投げることができない。またナットレ対面では、有効打がない。プラスニードキング対面でも、
融合ではなく上から大文字、岩技等々で焼かれてしまい、さらに、ロトミに対しても焼かれてしまうということで、このパーティーには全くもってメガスピを投げる様子が、ここはありませんでした。はい。それから、もう一つね、こういったパーティーですね。ガモス・サザンドラ・チルタリス海流エルフン・クライオンとなっております。まあ、飛行技を覚えさせていないので、ガモスに対して有効技を取れない。グライオンに対しては何も出ずに、出来ずに岩技で落とされてしまう。カイリーもダメージ計算で見た通り、ハチマキ新作では吹き飛んでしまう。サザンドラを先ほど言った通り、使ってない限りは普通に叩けますが、上から叩かれると終わってしまう。チルタリスに対しては、うまくね、毒付きを当てれば、進化後、毒付き当てればいいんですが、まあファイヤーのじゃないスピア対面で進化してこない可能性が高く、コットンカードを積まれてしまうと対処できないということで、まあ、スピアを投げるよりはメガカイロスを投げてゴリ押ししてしまった方がいいのではないかなという感じのパーティーです。で最後ですね、こちらのパーティー、ドリュロトム、エルフンクレセ、バシャ、ゲンガーですね。こちらもですね、思った以上に、メガスピ刺さっているように見えるんですが、基本的に馬車がいるパーティーにメガスピアは全く持って出せません。まあ、これはね、虫統一前提のお話をしているので、それだけは勘違いしないでほしいんですが、馬車も、特にサンダー、馬車サンダーがいるパーティーに対しては、メガスピを投げるよりは、結局メガカイロスを投げないと馬車を処理できないので、本当にメガスピアを投げることができません。もし本当に投げるようであれば、イワパレス、アーマルド等々の、まあ、確定で馬車を持っていけるようなポケモンを投げなくてはいけないんですが、そうするとですね、今度ロトム、ドリュー、ゲンガー、まあ、こういったポケモンが、出てくる、まあ、サイクルで回されるとですね、まあ、HP を削られてしまったイワパレスとアーマルドでは、メガ馬車を対処することができないということで、やっぱりカイロスで対処したいというのが一番大きなことですね。はい、ただ馬車サンダーがいるとスピアーも投げれない、カイロスも投げづらい、どうしましょうかということで、まあ、いつも、ガモスとカイロスで何とかしているというのが、現状になっております。馬車サンダーがつらいというのが、今ので分かっていただければ幸いです。幸いなのか。まあ何かね、いい対処法があれば皆さん教えていただけると嬉しいですね。まあ、基本的に今俺が絶望的な感じで思っているパーティーは、ラグマンダーアローからの馬車サンダーですね。はい。ここら辺入ってると絶望ですね。はい。まあ、こんな感じですかね、メガスピアさんの、お話に関しては。まあ、火力不足というのが、よく分かっていただけたかなと思います。使うとなるとそうですね、まあ、ちょっとこちらの方 A を削って作った個体になってしまうので、やっぱり本当にメガカイロスを入れないというパーティーであれば S は、進化後135族抜きにしていただいて A ブッパで作った容器型の方が、使いやすいのではないかなというふうな印象でした。まあ、ただ本当に月光が抜きでいいようであれば S の方は妥協していただいても全然いいかと思いますね。はい、そうですね、まあ、多分 S を妥協するとなると確定で守るを入れなくてはいけなくなるので、進化の起点を作るのが非常に難しいといったところですかね。まあ、次の動画のネタバレにはなってしまうんですが、今回ビークインの追い風が入っておりまして、まあ、追い風することによって、メガスピの進化の起点を作るといった流れだったんですが、まあ、あまりビークインとメガスピを一緒に投げるということができなかったのが、やってみた感想ですかね。はい。まあ、対戦に関してはこんな感じです。何か質問がある方は、まあ、コメント等々で打っていただいて、次回のコメレスを待っていてください。またね、生放送もしておりますので、そちらの方で聞いていただいても、結構です。それでは、今回はこれにて、メガスピア編終了とさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。